平本明夫です。夢が叶わない3つの理由の1つ目は、思いつきから発想する。自分の過去、良かった時や辛かった時振り返りながら、やっぱりこれが大事、やっぱりこれがこだわり、振り返っていきながら自分のライフサイクルとかライフステージをどんどん振り返っていきながら、じゃあこれがやりたい、そんな風に挙げた夢は叶うんだけど、思いつきだったり人に言われたり、ちょっとテレビで影響された目標というのはつい忘れてしまって叶わない。これが一つ目でした。今回は二つ目です。夢が叶わない理由の二つ目は、目標から発想してしまう。じゃあ裏返してどうしたらいいの？価値観とかテーマから発想してほしいんですね。私が今まで3万人コーチングしてきた中で、8割の方は価値観型といって、未来の夢やビジョン、目標を思い浮かべるのが苦手だっていう方が8割でした。5年、10年、20年、何の制約もなかったらどんな風になればいいと言われても、何の制約もないって言われても、制約ばっかりの生活できてるから浮かばないんですよとか、何でもいいって言われると一番嫌だとか、下手をすると5年、10年、20年後こんな風になればいい、そっから発想しましょうって言うと、かえって窮屈だっていう人がいるんですよ。そんな未来に縛られて日々の生活がコントロールされちゃうのはきついっていう方が実は8割います。じゃあどういうふうにこの人たちは夢を叶えるのか。実は過去にヒントがあります。過去の自分が良かった時や楽しかった時、うわー、これが自分らしいな、あー、これは自分らしいライフスタイル、こだわりだなっていう場面、ありありと思い描きながら、やっぱり何が大事か、そして逆に辛かった、きつかった、苦しかったことをしっかり味わいながら、もう二度とこんな気持ち味わいたくない、じゃあどんな気持ち味わいたいの、じゃあそれがどんな風になりたいの。例えば、部下に厳しく言っちゃって、あー、こんな嫌な思いをもう部下にさせたくないし自分もしたくないなとか、仕事ばっかりやりすぎちゃって家族とのつながりがなくて、あー、もうこんな風につながりがない状態嫌だな、じゃあどうしたい、じゃあ未来は部下とこんな風に接したい、未来は家族とこんな風に接したい、こんな風に過去のすごく良かった時や嫌だった時を振り返っていきながら、自分のこだわり、自分らしいライフスタイルを引き出していきながら、じゃあ自分にとって何が大事、自分はどんなテーマで生きていきたいか、こんな風に価値観型って私言ってるんですけど、価値観を過去から引き出していて、日々じゃあこの価値観に沿って今日どんな風に生きたいとか、あ、この価値観に沿ったとしたら今週どんな風に生きたい、この価値観をもっと満たしてるとしたらどんな6ヶ月になればいい、あー、この価値観を満たしてるとしたらどんな1年になればいい、目標からではなく過去を振り返って、そしてこれが大事っていう価値観を満たすとしたらどんな1年になればいい、そして今年の1年のテーマは何だろう、こんな風にやっていくと、なかなか夢や目標が、ビジョンが出てこないっていう8割の方も例外なく、あ、だったとしたらこんな一日がいい、だったとしたら今週こうなればいい、だったとしたらこんな12月だったらいいし、だったとしたらこんな2014年だったらいいって、どんな人も例外なく出てくるんです。実はいきなり未来を想像してもらうんじゃなく、過去を振り返りながら価値観を引き出し、その価値観を乱すどんな2014年かな、こんな風に引き出すことで、どんな人も夢を叶えることができます。